はいどうも。ホテルの隔離からその後自宅の隔離になったわけなんですけども、まあ実際のところその自宅隔離ってどうなのと、もう自由なの、それとも、まあ LGU のローカルガバメント、バラン街からのですね、そういう監視下に置かれるのというのが、まあ実際のところ知りたいと思われると思います。それで、まあ、あの結論から あ申しますすとですね、えー、結局そこのババラランン次次第第ででしたす最初はですね別のまあ日本の方々からの情報では、まあ、自宅のコンドに戻るために、まあ、そのコンドのセキュリティのマネージメントの方からですね「バランガイの許可証というのがいりますよ」と「コンドに戻るにはそれをいりますよ」と言われて。 まあホテルで、まあ、陰性証明出た時点でですね会社のスタッフに手配をされたっていうのを聞きました、まあ、それで今度に戻られた方ですけどわけですけどもで別の方はですね、えー、自分の体温を毎日報告してるっていうのもあ,あったらしいですで私の場合はですねままず、まあ バランガイから何らかの連絡が入るだろうと思ってたんですが全く何も連絡来ないんで2日経ってから会社のスタッフに、まあ、あの電話で確認させましたら、えー、そこのバランガイ曰く「6日目で陰性証明出てるんだったらもうバランガイとしては何もしませんと」と、まあ「お宅の今度でもし何か必要なんだったら申請したら」 あああ許可証ぐらい出しますよということでしたんで、まあ、今更そんなにも,もらっても別に何も使いようないんで、あとですねあの、得た情報なんですけども、まあ、BOQ や、まあ、レッドクロスの書類にですね、われわれの住所、個人情報を書くわけですけども、まあ、その情報がですね、 上の組織からバランガイへ連絡が入ることはないらしいです。だからバランガイとしてはまあこちらから連絡しない限りまああの何の情報も得れないということを言ってました。あとまあもう一つ日本大使館からの説明ではですねそのホテル隔離後 警察署からのね移動許可証っていうのがいるって書いてあったんですけどもそれはもう全くいる必要なかったですまあホテルにまあまあピックアップにね自分のドライバー来させるとかあるいはグラブカーとかタクシーで帰ればも問題ないと思いますあとですねまあえー アプリのダウンロードしときなさいと言われてた、まあ、このアプリですね。これはですね、あのー、結局、全く使いもしてません。あと、えー、レッドクロス赤十字の書類、まあ、この紙と、これ IATF やったかな、この紙、渡されたんですが、が この2枚も結局飛行機内で一生懸命買えたんですけど回収されることなく今も手元に残ったままですまあこういうのが実態ですはいということで、えー、結局自宅隔離っていうのはまああのバラン買い次第ということでしたまあ緩いバラン買いでしたらかなり自由な こことととになれるということが分かりま,したまあただバランガイよりも多分日本人の方々はですね会社の方の規定の方が厳しいと思いますんでそちらの方の規定でまあ2週間きっちりと隔離しなさいっていうような方々が多いんじゃないかななんて思ったりしますまあただまあフィリピンの法律法律というかまあこちらでの決め事なんでね、まあ、仮にそれなんだか コロナで陽性になったりして、ですね、まあ、2週間隔離してなかったというのがばれたりすれば、ですね、まあ、ビザがなくなって、ね、取り消されて今後、入国できなくなるとか、まあ、ペナルティ払わされるとか、お金払わされるとか、まあ、刑務所に入れられるとかね、何らかの罰を受けることになると思いますんでね、そういうの,がのにはまあ非常に厳しい国だと思うんで。 まあこの辺は自分できっちりと自己責任のを持って行動されるのがベターだと思います。はい、ということで、まあ、簡単にちょっと今回の日本からフィリピンへの入国のまとめということでまず出国前に必要なもの パスポート、それから有効なビザ、えー、それから当然航空チケット、えーまあ、フィリピン航空の場合は、ですねそこから入ウェブサイトから入って取った QR コード、えー、ですね、それから追跡アプリのダウンロードですね、えーまあ、あとお、先生教術書ですかね。 えーこ,れまあ、これはあ後でもいいんですけどもあと、まあ、私の場合は前払いしてたんでレッドクロスで払ったあ支払い書と QR コードですねあと、まあ、ホテルのリザーベーションお宿泊の証明あとまあ空港からホテルへの移動のお、まあ、ピックアップの,その紙と。 いうのでで、えー、大丈夫ですあと飛行機に乗ってからですねまあイミグレーションカードそれから税関申告書それからヘルス・デクラレーション・フォームですねまあ黄色い紙ですけどもこれ右の端には自分の座席と、えー、N っていうノ o o f w の N っていうのを書いて 渡しましまたあとレッドクロス赤十字の紙 IATF の紙にも書き込んで一応準備してましたが、まあ、この2つは結局いまあ、未だに手元にあるまま渡してませんけどもそれで、えー、まあ飛行機から出たら書類のチェックをされて支払いを していいるる人はまあ早く出れると思います。してない方はそこで支払いを済ませてそれで、えー、税関の前にですねまあイミグ通って税関行くわけですけども、えー、その後税関の前にですね、えー、コーストガードのスタッフがいますんでねそこで先生供述書を渡して。 その後税関申告書を税関で出して、えー、無事フィリピンへ入国という形になりますその後はまあホテルへ移動すると準備しておいた交通手段で移動するその後ホテルでの隔離、えー、そうですね、えー、6日目に PCR テストを受けて えー、その結果陰性証明の結果をもって、えー、BOQ へメールを送って申請を出しこの陰性証明と BOQ の証明書をもって無事チェックアウトその後自宅隔離ということで、まあ、その後はこのここで説明しているとおりになります。以上がです、ね、今回2021年2月に 日本からフィリピンへ入国したその方法になります前回2020年11月に入国した時とまた全然変わってますんで、まあ、今後もコロコロと変わるのがまあフィリピンなんですけども、まあ、今回のちょっと入国方法を記録にこうやって残しておきたいと思います まあ参考になればと思います。よろしくお願いします。